今回はこちらテントロープ用 LED ライトですね。セリアに売ってましたので購入してきました。電池のスペースって言いますか、電源がこれを取ることによって接続されて使えるようになります。テントロープ用 LED ライトですね。ガイロープなどにここを引っ掛けておいて、テントのロープに他の人が引っ掛かったりつまずいたりしないようにっていうためのものだと思います。で、これが中に電池 CR2032 っていう電池が入ってます。これで100円でした。連続使用時約7時間っていうことですね。つけっぱなしで7時間ほど持ちますということです。ですので、まあ一晩ですね、一晩使うと電池がなくなるということです。それで電池の交換方法がここに書いてあります。この上をこう外すと剥がれまして、中にユニットが入ってます。それでここの間に電池が入って、ここにストッパーがついてるんですね。で、それを電池をこう反対側に押し出してやる。電池を押し出してやると外れると。で、電池がなくなったら新しい電池を入れるっていうものですね。それでこちら、連続使用で7時間っていうことですが、ちょっと今明るいので、この明るさがどのくらいのものかよく分かりませんが、ロープに引っかからないようにこう目印とするなら、こんなに明るくなくてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、電流を少し下げられないかなっていうふうに思います。で、こう見るとですね、LED がついてて、それの制御する部品がついてますが、これを LED のと外して間に抵抗を入れれば、電流が減ってもう少し長く使えるんじゃないかなというふうに思います。それではこちらの LED を外して、で、この LED のついている横にですね、プリントがついてるんですね。で、特にどこにも接続されていないっていうパターンがちょっとついてます。ですので、このパターン、使ってないパターンを使って、この LED をつける位置をちょっと、今このプラス側と IC の出力ですかね、そこにつながってるので、このプラスを一旦ずらして、プラスを一旦この中側の線につないで、で、この空いてるところに抵抗をつけてみたいと思います。で、LED どのぐらい電流流してるかちょっと記載されてませんが、で、もっと少なく10分の1とかぐらいに
下げてみたいと思います。これ曲線があるので間違えるとつきません。ちょっと足を少し短くします。1キロのテープをつけます。LED のついてる端子をちょっと空いてるパターンのところにずらして、で空いてるパターンを利用して1キロの抵抗をつけてみました。これで電池入れてみたいと思います。電池を入れます。はい、つきました。こちらが何もやってないもの。こちら側が1キロの抵抗を入れたものですね。ちょっと明るいので、この明るさ感じ、昼間なので明るいので、ちょっとどのぐらいなのか分かりませんが、電流がだいぶ減ってると思います。で、これをちょっとテスターで それでは電流を測ってみたいと思います。こちら1キロの抵抗をつけたもののこの抵抗の両端に電流計をつないでみたいと思います。今レンジ25ミリです。3ミリぐらいでしょうか。ちょっとレンジがこれより小さいのが長いのでちょっとしか触れてませんが、3ミリぐらいのようです。でこれは1キロですね。でこちらはですね、抵抗が 1.2 キロのものです。これで電流はこちらは6ミリぐらい流れてますね。と出来によって違うのか、個体この LED ライトの違いによるものなのかもしれませんが、3ミリから6ミリという電流が流れています。それではこの1キロですが、両端の電圧を1キロの電圧を測ってみたいと思います。このレンジが10ボルトなんですね、フルスケール。これだとちょっと分かりづらいかな、ちょっとしか触れないですね。ちょっと別なテスターで
ちらデジタルテスターです。0.58 ですね。こちらのやつは0.58 ですね。0.58 だとすると約電流 0.5mA ですかね。こっちもちょっと、まあ、大体 0.5mA ぐらい流れてると思います。これで電流がだいぶ少なくなりました。ちょっと正確なところは分かりません。個体によって少し違うのかもしれません。これで電池の持ちがだいぶ長くなったんではないかと思います。3から6ミリぐらい流れているところに抵抗1キロとか 1.2 キロとかをつけて電流を下げてます。多分 0.5から6ミリぐらいの電流に下がっていると思います。これで電池の持ちがだいぶ良くなったんではないかと思います。ちょっと今明るいのでこの明るさがどのくらいなのか、これで大丈夫なのかちょっとよく分かりませんので、夕方暗くなったらこの辺の明るさをもう一度見てみたいと思います。はい、夜になりました。抵抗をつけたやつ、これがそのままのやつですね。これが1キロの抵抗をつけたもの。もう一つこちら3キロの抵抗をつけてみました。今照明つけてるのでちょっとよくわからないと思うので照明消します。カメラ越しではよく分かりにくいかもしれませんが、これがノーマル、これが抵抗1キロ、これが抵抗3キロです。こちらがノーマル、これが1キロの抵抗、こちらが3キロの抵抗です。まあ明るいことに越したことはないかもしれませんが、これだと連続点灯で7時間、これでちょっとどのくらい持つか分かりませんが、多分10倍ぐらい持つんじゃないかと思います。こちらは3キロのやつはもっと持つかもしれません。ちょっと電流が正確に測れてないのではっきり分かりませんが、7時間だとしたら70時間連続2日とか3日ぐらいは十分つくんじゃないかと思います。でこれノーマルで7時間だと1泊って言いますか、夕方つけて朝まで持たないですね、こちらのノーマルだと。でリチウム電池が1泊ごとに1個いると。でこの1キロだと多分 2,3 泊夜つけて朝方消すっていう使い方で、何泊か十分1個の電池で使えるんじゃないかと思います。ちょっと3キロは少し暗いかなと思うので、まあこれは1キロをつけましたが、もうちょっと小さくても470オームとかそのぐらいでもいいかもしれません。とりあえず今回この1キロでその他のも改造したいと思います。セリアのテントロープ用 LED ライトを改造してみました。
ご視聴ありがとうございました。